ジャック・イブクス島ジャック・イブクス島はフランスの海洋学者。1930年にフランス海軍に入隊。ダイビング機材のレギュレーターの発明者であり、水中考古学の先駆者。調査船カリプソ号で海や海洋生物の研究を行う一方、書籍の出版や記録映画の放映により、一般市民への啓蒙活動も行った。深海を扱ったドキュメンタリー映画、 沈黙の世界は、カンヌ国際映画祭で、最高の栄誉である、パルムドール、そして、アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。日本では、1970年代から1980年代に、かけてのテレビドキュメンタリー番組、脅威の世界、ノンフィクションアワーで放送された、自身も出演する、クストーの海底世界シリーズで都とに知られる。1957年、 海軍大佐で海軍を退役し、モナコ海洋博物館長に就任。1959年回の国連と呼ばれる世界、水中連盟クマスを創設。1971年にベリーズのグレートブルーホールを訪れ、世界のトップダイビングスポットに選定した。1992年の地球サミットで、環境破壊、海洋汚染を警告し、 母国フランスの核実験再開を激しく批判。赤いニット帽がトレードマーク。あだ名は海の恋人。兄のピエール・アントワーヌクストはジャーナリストで左翼から転向してファシスト活動家となり対独協力者として有罪判決を受けた。ありがとうございます。